ですね、よくこんなことするんですけど、これね、ちょっと実際やった方が面白いですけど、あの一番前に座るのは不幸、あの不幸だったかもしれませんが、あのここにですね、見える千円札があります。こっち見えない一万円札ね、取ってくださいね。やっぱりこのね、人はね、見えるものを信じてしまうんです。今、見える一千円札と見えない一万円札さ、取ってって言いました。すると、名前なんて言われるんですかね、林田さんはですね、もう即見える千円札を取りました。なぜかというと、人は見えるものを信用します。そうですね。じゃあ聞きます。林田さんは人から信用されたいですか、されたくないですか。されたい。それは当然ですね。さあ聞きます。はい、では聞きます。林田さんを見せてください。ね、自分は見えるものしか信用しないのに、ね、自分のことは見えないことを信用してくれっていうのが人です。だから何かあった時に、なぜ俺のことを信用して、そういうふうに見てたんですかとか、そういうふうに思ってたんですかっていうところで、人は実は怒ってるんです。その起きたことではないんですよ。起きたことで怒る人は一人もいます。そう思ってたのとか、そういうふうに見てたんですかとかっていうところで人は怒るんです。そうでしょ、実は。で、じゃあ聞きますけど、結果を出したら信じれるんですか、その人のこと。能力があったら信じれるんですか。技術、資格、財産、地位があったらその人のことを信じれますかと。で、信じれません。そうでしょう。不思議ですね。ね、人のことであれば見えることでも信じられないんです。そうでしょう。不思議ですよね、これって。ね、じゃあ何を信用したらいいんですかってことです。ね、つまり自分自身を人は信用されたいんですよということです。ね、あの要は。だからってどこに答えがあるとかじゃないんです。つまり私たちは今日ね、ニューリーダーシップっていうね、皆さんも当然リーダーっていうね、ところで多分来たと思います。つまり人はそういうもんなんよということを理解してくださいということです。ね、人は見えないものを理解してもらいたいんですよということです。例えばですね、問題が起きました。問題が起きるとですね、ついつい怒ってしまいますね。問題が起きると。で、じゃあこれは起きた出来事で起こっているのか、実はそうじゃないんです。実は分かってないでしょって。例えばですね、ここで何か問題が起きたと。ね。問題。この問題について文句は言わないんですよ、人は。問題言ってるのが、お前分かっとらんやろ。全然分かってないやろって。だけこんがみそを壊すんだぜというふうに起こるんです。そうでしょう、ね、なぜならば、もしですね、僕がこの人はちゃんと分かっているということを分かってたら、何をするか、問題が起きた時に私は心配します。大丈夫やって、何かあったとやってでしょう。ということはですね、結局です。結局その人のことを分かってない僕が悪いんです。わかりますか。その人が悪いんではなくて、問題を起こしたその人が悪いんではなくて、その人を分かっていない僕が悪いんです。ね、だからですね、うちではですね、全体ミーティングっていうのも、実は今日夜あるんですけれども、うちが今3社の会社がありまして、で全体のリーダーミーティングとやるわけです。でその時にやるのは数値を、その目標がどうだとか売上がどうだ、そんな話一切しません。何をするかっていうと、みんなが今集中して やってることは何かと、それができた時の理想的な姿は何かと、でそれに立ち向かうために障害になっているものは何かっていう、この3つだけを聞きます、全部。で、例えば私は今こうやろうとしてるけど、なかなか自分の忍耐力がなくてね、諦め
ガチなところがあるからそこ乗り越えようと今一生懸命頑張ってますって言うんですよ。ただその彼がね言った日付日にちよりも遅れてたりとかしてても、あお前た頑張っとっとなとね、もう今ちょっと乗り越えよう記念ってやろうってね、でも頑張れよって絶対できるけんってなるでしょ、ね、でそのことを知ってなかったらお前なんで遅れてるんだって言うでしょ。で、ゆっく一緒で、その人のことをどれだけ理解するかっていうことなんです。分かることが大事ですよと。で、実はですね、信じると信じたいの違いって分かりますかこれ。信じると信じたいの違い。これ、信じたいっていうのは理解してません、その人のこと。信じるというのは理解してます。向こうはですね、信じたいは願望なんです。信じたいだけです。ところがこっちは思いですね。知ってるか。この人に対する思いがあるんです。だから信じれるんです。向こう願望です。まあ、僕の5年前からあっちはこっちでした。信じたいんです。だから騙されてもいいと思うんです。だから騙されるんです。なぜならその人のこと理解してないけど。結局理解してない俺が悪いんです。だから騙されるということは理解させてないんです、その人の。